ワイド。今日はスパゲッティの館長、大阪難波店へ行くでー。ってことで今日は日本橋で降りていきます。いろいろな行き方あるけどね、今日は日本橋で降りてテクテクと南の方へ歩いていきます。はい、そして南山通りを右曲がってテクテク歩いていきます。そうですね、はい、ここで有名パソコンショップのあるところを左曲がってちょっと歩いたらもうすぐこちらでございます。イエーイ、前から行きたかったね。派手な看板が目を引くね。さて入っていきましょう。はい、こちらはおっさんが奈良を中心に関西で食べたり飲んだりブラブラしたりしてますチャンネルでございます。登録グッドボタンもよろしくお願いします。はい、メニュー見てみてください。入店時に食券を買うタイプのお店でございます。もうね、決まっててこれこれ、もうめっちゃミートスパ好きなんやけど、めっちゃ春いっぱい食べたいなって思ったんで、これミートソース王道セット、これはすごい。厚切りベーコンと目玉焼きがプラスされてるこのセットでございます。粉チーズも大好きなんでめっちゃかけていただきました。はははは、はこれで量は何 1,300円です。めっちゃええやん。このうどんかと思うぐらいの太麺がええ感じやで。イエーイ、めっちゃうまいやん。おお、ミートスパはちょっと細いめの方が好きやし合うとは思っててんけど、ここのお店ね、パンチョはナポリタンのお店やからね、まあナポリタンに合う麺になってるかな。いやでもこのミートで、ミートスパで太麺もなかなかいけるんじゃないかな、合うと思います。目玉焼きチュルッといっちゃいます。はははは、はでは厚切りベーコンいってみましょうか。おお、なかなか肉肉しいね、取れへん。はははは、なんでやねん。いやー、なんでこのボリュームやで、完食できるかなっていう感じですけど、もうどんどん食べていきます。いやー、めっちゃ美味しいよ。この太麺とミートソースが絡むのがめっちゃいい感じです。そうやおっさんの一人すぎる Vlog。 いや、ナポリタンもね好きなんやけどね、ミートの方がさらに好きなんで、いや、これ初めてだしナポリタンから行っとくべきかなと思ってんけど、いや、もうこのビジュアルどこで見たかな、 SNS で見て、うわめっちゃ食べたんやんと思ったので、もうこれ目当てで突撃しました。ははは、うん、いいねいいね、めっちゃ美味しいですね。なんか他にもカレーとかもメニューあるみたいだけど、うん、今度はそれも行ってみたいね。いやー、これたまりませんわ。こりゃたまりません。このお店、大阪この難波店しかないみたいなんやけど、ホームページ見たら関東にはいっぱいあるね。いやー、ここもっと関西でお店転売してほしいですな。すごい。そして粉チーズ、追い粉チーズをしてからのめっちゃええやん。いやー、この濃厚な味がたまりませんね。はい、厚切りベーコン、このなかなかジューシーでよろしいな。マジでうまいやん。そうそう、ホームページ見たらいろいろと素材とかに対するこだわりが書いてあって、おお、なかなか熱い思いで作ったはねんなと思って、そういうこだわりでよろしいな。めっちゃいいや。波は言うても結構量あったけど、もちろん完食ですわ。美味しかったですね。リピート決定ですわ。
ってことで、ほなまた最後までご視聴ありがとうございました。